はい、よしです。今回はですね、以前からやると言ってて全然やってなかった、ディスクシステムのですね、データの、読み込みですね、PC 上に、ディスクシステムのデータを保存と、あとデータの書き込みはちょっと今回もしかしたらできないかもしれないですけど、それはもしかしたら次回かもしれないんですけども、まあ後編みたいな感じでちょっと作るかもしれませんけれども、とりあえずは、読み込みの、準備段階ですね、そのちょっと道具といいますかツールの作成からちょっと PC 上に、つないでですね、ちょっとやってみたいと思います。今回ちょっと初めてなので、僕もちょっと全然わからないことがありながらちょっとやっていくので、ちょっと調べながらかもしれないですけども、ご了承お願いいたします。ちょっとまあ簡単に説明しますと、まず初期型のディスクシステムですね、これが必要になってきます。で前回の動画で、01基盤ってちょっと紹介したんですけれども、ちょっとそれあれですよね、ちょっと見せた方がいいですよね。ちょっと中身開けて説明します。ネジをですね、裏6箇所あるので、ちょっとそれを外してから、そうしますとこれがパカッと外れますので、上げたところをここ2箇所外すと中に、基板が出てきます。ディスクシステムので、ここの基板のところでここですね、基板の番号を書いたんですね、型式は。これ01基板ってやつなんですけれども、今回の、このやつが全部できるのが、01から、03の番号の基板のみになります。で後期型、これ01から03っていうのは、前期型って言われる型番のやつですね。で04、05のやつが後期型という型番になります。でネットの情報だと、01から03までは、今回の、読み込み書き込みが全部できるみたいな感じで書いてあるんですけども、ごく一部の情報だと、まあ、03なのかな、なんかちょっとうまくいかないとかっていう情報もちらっと見たような気もするので、まあ、01の基板のやつを用意すれば多分完全にできるんじゃないかと思う。まあ、03もできるのかな、02、ちょっとそこら辺はちょっと確定ではないので、今後ちょっともしかしたら もしかしたらっていうか分かってきたらですね、そちらの方もちょっと報告したいとは思うんですけれども、まあ、とりあえずは今回は01の基盤のやつでやってみます。まあ03のやつでもできるんじゃないかなとは思います。ネットの情報なのでちょっと確認はしないです。でこれの、01の基盤の本体とアダプターを用意していただくのと、あとですね、別途、ラムアダプターを2つですね、真っ白のラムアダプターを2つですね、これをちょっと用意して、さらに、この、これ、Amazon で購入したんですけども、マルツー通販っていうところだからですね、10個で、770円ぐらいですかね。送料は別にかかったかな。まあ、そんなに値段しないものなので、1個あたり、77円のものなので、まあ、これを買えば、コネクターをですね、いじらな、なんですか、ハンダ付け、直付けすることなくて、加工できるので、もし使わなくなったとしても、もともとのラムアダプターに戻せるっていうことなんですよね。なので、僕は今回、この、Amazon で買った、このパーツをですね、使ってちょっとやってみたいと思います。ラムアダプターは、ちなみに、ハードオフのジャンクで探したんですけども、すごい時間かかりましたね、2つ集めるの。ラムアダプターがまずハードオフのジャンクに転がっていることほぼないですね。であったとしても値段が高かったりとか、あと、まあ、これなんか330円でゲットしたんですけども、これは110円ですよね。まあほぼほぼ奇跡的な感じなので、
で、ヤフオクとかメルカリとかもそこそこ値段ついちゃってるような感じなので、ちょっとまあ今回のこの技を作るのにラムアダプターを手に入れるに関して、かなり長期的な視野でちょっと探してみてもいいんじゃないかなと思います。すぐには見つからないです。ジャンク屋巡りを僕ほぼほぼ毎日やってて、2個ゲットするのに半年ぐらいかかったので、まあちょっと本当に長い目で、揃ったらこの技がちょっと試せるな的な感じでちょっと思ってもらえればなと思います。じゃあちょっとですね、これラムアダプター分解してですね、必要なパーツのところまでちょっとアクセスしてみたいと思います。まあ分解自体は簡単です。4箇所、ネジ外せばいいですね。じゃあこれをちょっと、2個ブラしていきたいと思います。とりあえず、2台ですね、バラしました。こんな感じになってるんですよね。こんな感じのなってるので、これを抜くような感じですよね。どう抜いたらいいんだろう。そのまま抜いちゃっていいのかな。なんかあんまり雑に扱うと怒られそうな感じもするんですけど、これもう一個ネジ抜いてからやった方がいいのかな。これなんかちょっと他のネジと長さが違いましたね。でこれでこれをちょっと抜いてみます。こんな感じですね。でこれがここの部分ですねにカツッと刺さるんですけれども、こんな感じで刺さるんですけれども、これをちょっとこちらの方のパーツをちょっと加工しなくてはいけないみたいなんですよ。3箇所ほどちょっとピンを抜かなくてはいけないので、それをラジオペンチで、このラジオペンチですね、100均で買ってきたダイソーのラジオペンチでちょっと抜いて加工したいと思います。こんな感じで、加工しました。ちょっと焦点がなかなか合わないですね。あ、合いましたね。ですね、1個目のピンを残して、2個目、3個目を抜いて、4個目残して、5個目を抜くみたいな感じですね。で全体的にはこんな感じの状態に加工します。指は抜けないので、ラジオペンチで、抜いてください。1個目を残して、2個目3個目右からですね、2個目3個目抜いて、4個目残して5個目を抜くみたいな感じですね。でここのところに、先ほど、分解して、作ったですね、このやつを差し込むみたいな感じですね。こんな感じですね。で反対側ももう一個加工したやつをですね、加工してないですね、これは加工はしてないです。抜いただけですね。これを、刺して作ります。これで接続アダプターは完成ですね。こんな感じですね。反対側には、ディスクシステムのアダプター2個で、これでつながってるみたいな感じです。これができればとりあえず準備完了でございます。ですね、これが加工してできた、コネクターですね、アダプターなんですけれども、ちょっとこれ説明漏れてたんですけども、 FDS スティックっていう今回の肝のやつですね、Amazon で3500円で、買えるやつなんですけども、これとこれを使ってパソコンとディスクシステム、これをつなぐような感じなんですね。でつなぎ方は、まあ、簡単で、このアダプター、作成したアダプターをFDS スティックに差し込んで、
こんな感じですよね。で、ディスクシステムは当然電源取ってます。で、これを通常通りのラムアダプターのところに差し込んで、これをパソコンに差し込むかみたいな感じですね。こんな感じで差し込みます。で、こうするとパソコンの方に認識しますので、あらかじめダウンロードしておいたアプリの方ですね、こんな感じで立ち上げます。ちょっと見えづらいですかね。で、ここのところで、ディスクっていうところを、タブクリックしてですね、リードディスク、ライトディスクっていうのがあるので、今回はですね、この2本ちょっと読み込みしてみたいと思います。スーパーマリオブラザーズ2とあとゼルダの伝説ですね。こちらは、片面のみ、こちらは、両面ですね、 A 面 B 面入っておりますので、これをちょっと読み込んでみたいと思います。とりあえずスーパーマリオブラザーズ2から入れてきます。で、差し込んでリードディスクをクリックします。ドキュメントの方に、名前をつけてですね、マリオブロス2、これで読み込みいってますね。ちゃんと赤くついてますね。で、これで画面切り替わって、リードネクストとドーンって出てるんですけども、今回は片面だけなのでドーンです。で、これでおしまいです。で、ちょっと見てみますね。ドキュメントの方ですね。ちゃんと来てますね。FDS。なんかあっさりいっちゃってるので、なんかこれでいいのかなみたいな感じのところありますよね。で、次ですね、これそのままでいいのかな。じゃあ次、ゼルダの伝説、こちら、こちらは A 面と B 面、やるので、とりあえず A 面の方を差し込んでみます。で、これで、リードディスクを押せばいいのかな。あ、名前つけるんですね。ゼルダの伝説。これなんかの、あ、どうなのかな。でも大文字にした方がいいのかな。なんかバランスが。脳伝説、脳を強調されても困っちゃいますけどね。まあとりあえずこれでいっちゃいます。なんか普通に読み込みし始めるから、なんかあれです、もうちょっと困難とかあるとやりがいみたいなのも出るんですけど、なんか簡単にいっちゃってますね。あ、で、今、もう A 面が終わっちゃいましたね。なんかデータ量全然ないのかなって感じなんです。じゃあとりあえず A 面は終わったということなので、B 面にしてみます。で、これでもう一回押すのかな。これ、あ、これでリードネクストですね。リードネクスト、これで読み込みが、行ってきましたね。で、これで A 面 B 面終わったので、これでドーンで閉めれば OK なんですかね。これでとりあえずアプリの方は終わって、こっちの方にスーパーマリオブラザーズ2と、ゼルダの伝説が、できてますね。で、これを、エミュレーターですね、エミュレーターの方でナスター J の方でちょっと動作確認してみたいと思います。これあらかじめディスクシステムの BIOS 入れてあります。で、ディスクシステムの BIOS 入れないと、
動きませんので、スーパーマリオズブラザーズ2をとりあえず起動しますね。来たー来たー来たー、画面ちっちゃいけど来たーこれ大きくするのどうすんだろう普通に来ましたね。マリオ2が、ちゃんと吸い出しできて、ゲームもちゃんとできてるみたいですね。ちょっとコントローラーの設定とかしてないのであれなんですけども、普通に画面いってますね。次ちょっとゼルダの伝説いってみましょうか。開くで、ゼルダの伝説、ちゃんとあれですね、語尾に FDS ってなってますね。ファミコンディスクシステムですかね。おー、来てる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 、これ音出んのかな。あ、出るわ、ちゃんと出るわ。すげー、とりあえず読み込みがちゃんとできてますね。これすごいな。ディスク変え、入れ直し、入れ替え、入れ替え、これですね、入れ替え、エミュレーターだとこれを入れ替えすればいいんですよね。お待ちください。あ、ちゃんと読み込み、お、いった。ファンドラ、白石義郎、タクチャマ、これ僕のゲームじゃないので、中古で買ったやつなんで、あの別な方のデータですね。うわ、ちゃんとデータも移動してるしできてるわ、すごい。こんな感じで、とりあえず、今日は、ディスクシステムを、吸い出しやってみました。ディスクシステムのデータですね。初期型の、01基盤のディスクシステムを使って、あと、FDS スティックですね。この、FDS スティックと、あと、このアダプター、ラムアダプターのコードを加工したものを使って、アプリを使って、吸い出ししてみました。バッチリできました。ディスクもしできないとか、なんかちょっと不具合あるとかっていうのは、もしかしたらこの初期型のディスクシステムの、基板の型番がちょっと不適合なのかなっていう場合があるかもしれないので、そこら辺はちょっとまた今後追ってちょっと調べてみたいところはあります。0203できるっていう話なんですけども、一部なんかちょっとうまくいかなかったような話もちょっと出てるのを見かけたので、それはちょっとまた、おいおい調べられればなと思います。まあ、02基盤のやつと03基盤のやつを手に入れた時ですね、ちょっと検証してみたいかなと思います。とりあえずは、ネットの記事通り、普通にできました。で、次回は、ちょっと書き込みの方をやってみたいと思います。書き込み、どうなんだろうな。なんか元々あるデータを書き込むってちょっと勇気があるので、これなんかですね、A 面バレーボールが入ってるやつなんですけども、この B 面のスーパーマリオブラザーズ2っていうのがですね、これ読み込み不可なんですね。で、こういったディスクでうまく、できれば、撮影もうまくいくんじゃないかなと思います。で、このディスクの B 面の方がちょっと破壊されてたり何なので、ちょっとうまく壊れてたりすると、ちょっとできないので、ちょっとそういうのでもしかしたら時間がかかるかもしれないですけども、ちょっとうまくできるような、まあダメなデータがあるようなやつがちょっと見つかれば、ちょっとすぐ撮影したいと思います。とりあえず読み込みはバッチリできました。書き込みもできればいいですね。とりあえず今回はうまくいきましたんで、こんな感じでですね、日々ですね、ゲーム関係の動画上げております。今回はですね、ここにあります FDS スティック、ラムアダプターを2つ加工して作った、コードと、あと初期型のディスクシステム、あとファミコン、この FDS スティックの、サイトの方でダウンロードした、アプリを使ってですね、ディスクシステムのゲームの吸い出しをしてみました。
リンクの方なり、商品名なりはちょっと説明欄の方に書いておきますので、ちょっと参考にしていただければなと思います。細かな質問とかはなかなかちょっと受けにくいところはあるかと思うんですけれども、できればちょっと調べていただいて、プラス、ネットの方でも調べていただいて、ちょっとチャレンジしていただければなと思います。あくまでちょっと素人なので、できることとできないことがいっぱいあるので、まあ分かる範囲はちょっと答えられるかと思うんですけども、実際のところはもう調べながら、皆さんと同じような知識のレベルでちょっとやってるので、ちょっと参考にしていただける程度で、捉えていただければなと思います。今回はこんな感じで、ディスクシステムの吸い出しやってみました。ゲーム関係の動画をですね、日々ですね、素人ながら、調べながら、頑張って、動画上げております。こんなこともできるんだ、こんなことはできなかった、そういったのをいろいろ失敗例もありながら、ちょっとやっております。また見に来ていただけると、非常に嬉しいです。また近いうちにですね、書き込みですね、書き換えの方、ディスクシステムの書き換えの方をちょっと上げてみたいと思っております。他にもですね、もう購入品ハードオフでの、購入品紹介とかもですね、どんどん溜まっていっちゃうので、バンバン上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回はこんな感じで、成功しました。ではまた。